This is Talkbox, Talkbox, yeah, Gemini Talkbox, yeah, Mobiles. はい、初めまして、ジュブナイルです。トークボックスっていう楽器について、私、トークボクサー、ジュブナイルがですね、紹介していく動画になります。初めてね、見る方もいっぱいいると思うので、トークボックスがどういう楽器かっていうのとか、まあ、あとはトークボックスってどんな時に使われるとか、どんな、曲に今まで使われてきたんだとか、そもそもどういう風にできたんとかね、もともとはどういう楽器で今こういう形になったとか、そういう話がしていこうのかなと今日は思っております。よろしくお願いします。まずこれトークボックスっていうのかな、まあ四角い箱かな、まあエフェクターです。で、ここにホースが刺さってるんですね。これホースがまずここに刺さってるっていう、まあよくわからないエフェクターなんですけど、でまあここにケーブルが刺さってて、でここの鍵盤、これシンセサイザーなんですけど、シンセサイザーのここの出口からこのエフェクターに、繋がってます。で弾くと音が出ます。でこの音がどっから出てるかっていうと、なんとさっき話したこのホースがこうずっと伝わって、今僕の首にかかってるんですけど、このホースの先っぽから出てるんですね。でこのホースを口の中に入れるとどういうことが起こるかっていうと、今こう鳴ってる音がワーワーワー、口の中でこの音が反響するんですね。それをじゃあ例えばなんかもっと今ワーワーワーじゃなくて喋ってる感じでもしやったとしたら、こういう風になるんですね。トークボックス、トークボックス、こういう風になるんですよ。パッと見なんか口パクっぽくなるんですねみたいになるんですけど、これを、ホースを入れた状態で音程を正確に弾いた状態でやると、カエルの歌が聞こえてくるよ、こういう風になるんですね。なんでトークボックスあるある、わー面白いってなるトークボックスあるあるで、自分で声出すとダブっちゃうんですよね。カエルの歌が聞こえてくるよ、今僕自分の声で歌いながらさらにトークボックスをしてるんで、両方で喋るとこういう風になっちゃうんですね。わかりますかね。だからトークボックスをしてる間は声を出しちゃいけないんですよね。わかります？やっとちょっとわかってきたかな。これがトークボックスです。でですね、トークボックスっていつからあるかっていう話もちゃんとしておきたいと思うんですけど、まあ正確なね年代はちょっと僕も把握しきれてないんですけど、もともとギターのエフェクトでワウっていうのがあるんですね。これワウっていうんですね。これわかりますかね。これワウ、これね足元に置くんですよ。でこれギターにつないでこう足でこう踏むんですね。これ足ね、足でこう踏むと音がなんかこうウヤンウヤンウヤンってなるエフェクターなんですね。ウワンウワンウワンってなるんだったらそのまま口でやれないかって思った人がいるんですよ。はっきりとした年代は分かってないんですけど、まあギタリストのレジェンドと言われてる、ジミヘンドリックスとか、ジェフベックとか、それがまず一番最初のトークボックスって言われてて、今のこの形を作った最初の人は、スティービーワンダーって言われてますね。でなんかのテレビ番組かなんかでみたいな感じでやって、あなんかそれ面白いみたいな、なんか変なのみたいな、いやまたスティービー面白い楽器見つけて変なことやってるみたいな、そんな感じが一番最初だったんですけど、それを見たロジャー・トラウトマンっていう人がいて、その人がうーわこれやばみたいな、これだ俺これで売れたるみたいな感じになったらしく、わかんないですけど当時俺いないんで、もうほんとね一人もう一台ロジャー・トラウトマン一台でもうそのトークボックスの基礎から
もう最終形態みたいな、もうほぼこの形に至って、もうトークボックスといえばこの曲だよねみたいな、もうこの人しかいないよねみたいな、結構もう唯一に近いような、存在になって、今でもこうレジェンドとしてこうトークボックスはみんなからねこう尊敬される存在なんですけど、まあ、トークボックス語る上ではね、もうロジャーは絶対に外せないですね。てかもうロジャーしかいないと言ってもいいぐらい、未だにレジェンドとしてね尊敬されるプレイヤーがこうトークボックスっていう基礎を作って、2021年現在まで至るというわけでございます。ですね、2016年にブルーノ・マーズが、出した、24カラッツマジックっていう曲があって、それはまさにその80年代90年代の、ファンクだったりヒップホップだったりとか、そういうのをもう一回リバイバルして2016年に流行らしたんですね。その曲が多分ね、聞いたことある人はまあいるとは思うんですけど、ちょっとそれやってみますね。イントロなんですよ。曲が始まったドア玉にいきなり Tonight I just wanna take you out. It's all your ending in the sky. Let's end this party on night. これがね、最近から考えるとトークボックスで、あ、これがトークボックスかっていうフレーズの、まあ、一番最初かなとは思います。で、そこから少し、まあ、遡って、僕の世代とか僕より少し先輩の方でヒップホップ好きな人は、24カラッツが出る前までは、そのこれだっていう曲が、2パックの、カリフォルニアラブっていう曲なんですけど、それはねもうほんとヒップホップの曲で、カリフォルニアラブ、カリフォルニア、ドンサルバリー、ダキャラフォーニャ、ドンサルバリー、インダシレヨメレ、インダシレヨクルワツ、インダシレダシリヨカブデン、ウィキベラケ、ウィキベラケ、シェイシェイケンベイベ、シェイシェイケンベイベ。っていう感じなんですけど、で、さらに僕も生まれてない、もっとその、ロジャー一番最初にそのさっき言ったザ・バンド・ロジャーとかでやってたトークボックスはファンクですね。モーバース What's モーバウワウワースモーバースストゥディアス I can make you dance if you want me to Let me see your moving on your dance floor baby っていう感じの曲があります。モーバースストゥディアス、I can make you danceダンスロアね、そういう感じの曲があります。24カラッツでもそうだし、カリフォルニアラブでもそうなんですけど、曲のねドア玉に来るんですよね。カリフォルニアラブもいきなりカリフォルニアラブって来るし、24カラッツもトゥナーイって頭に来るんですよ。でこう、お、なんだこの声みたいな、変、なんか面白いぞみたいな、もう知らない人ね、トークボックス知らない人、おーなんだこれ面白いって思うし、トークボックス知ってる人は、あ、誰々の新曲が出たんだ聞いてみよう、ポシッてやった瞬間トークボックスがバーンって来たら、おお、トークボックスから来てるじゃんみたいなにもなるし、やっぱり、ね、こうね、耳につくんですよね、こういい意味でね。すごいこう特徴的な音だし、人間の声っぽく歌詞があってメロディーがあって歌なんだけど、全然人間の声じゃない、ロボットっぽい声だし、まあ、そういう面白さがあるんじゃないかなと思います。で、僕もトークボックス使って曲作るときはやっぱりね、なんかさらっと使うよりかはやっぱりこう頭に使ったりとか、サビで使ったりとか、こうここぞという時に使うことが僕もやっぱり多いですね。それは先輩たちがそうであったように、僕もやっぱりこうここぞという時にトークボックス使った方が、まあ、おってなるなとはやっぱり思いますね。でですね、一通りこうトークボックスのその楽器そのものとか歴史とか、こんな曲に使われてるよっていうのをまあ話してきたんですけど、まあでもまあ分かってもらったと思うんですけど、どん
な曲でも別にやれるっちゃやれるんですね。ということで、まあこんな曲でもあのトークボックスできるよっていうのを最後にやりたいなと思うので、まあ皆さん知ってる曲をねやってみたいと思います。ちょっとできるかな。騒がしい日々に笑えない君に思いつく限り眩しい明日を明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も抱きしめたぬくもりで溶かすから怖くないよいつか日が昇るまで二人でいようって感じですね。まあ夜遊びのね夜にかけるこんな曲もまあトークボックスで、練習すればねできるので、まあ今はねちょっとオクターブ低い 声でやったんですけど、高い方だとあの原曲のキーだと騒がしい日々とかもできるし、もっと高くねさ、まあこれはちょっとあれだけどもできるし、すんごい低い声騒がしい日々に笑えない君にとかもできるし、高い音から低い音まで自在にね、右手の鍵盤を間違えなければ、あとね口を動きでできるので、まあ面白い楽器なんじゃないかなと思います。こんなような声、ロボットっぽい声が出てきたら、あれもしかしたらこれトークボックスじゃないってね注目してもらえるだけで、曲の聴き方がねまた楽しくなるかなと思いますので、今日はねトークボックスの楽器説明といろいろ歴史とか曲とか紹介しました。ありがとうございました。また。